突っ伏したままです。とにかく三塁ランナーをホームインして同点にはなりました。1対1、西岡は2打数2安打というところなんですが、今私ももう気がついたら今の姿勢になってましたんで、膨らんでベースを蹴る手前ぐらいから、はい、頭からこけていったような感じだったんですよ。なるほど。ちょっと表情も良くないですね、はい、足になんかあったりとかしたんじゃないでしょうか。ですよね、はい、監督も自ら行きますね。かなり辛そうな表情ですよこれ。勝てるような感じでは今のところないですからね。単価ですね。単価ですね。はい、いや、アキレスとかなんか、いや、僕は分からないんですけども、はいはい、いや、なんかこれちょっとこの西岡の表情がただごとではない感じは確かにします。西岡も度重なるこのところの怪我で本当にね、一時は現役も続行できるんだろうかというような気持ちになった時期もあったというのは正直に吐露してましたけど、いやでもでようやくねこの右打席でもこう試合に臨めるようになって、昨日も3安打、今日これ2打数2安打でしょ。結果が出ている時だけにね、まあ、確かに結果いい時の方が当時、まあ、惜しいとはよく言いますが、怪我につながったりねするんですけれども、